谷間崎ゴロアカデミー池根です。木村です。竹穴です。今回はですね、あのアカデミーのある、慶応カントリークラブにちょっと仕事で来ておりまして、せっかくなのでこの3人でですね、あの勝負しようかなと思っております。ただちょっと勝負するのではちょっと、あんまり面白くないなということで、今回はですね、携帯のアプリのルーレットを使いまして、これですね。でこのルーレットで、クラブの番手が書いております。でこのルーレットの当たった番号で打たないといけないという形で勝負を進めていきたいと思います。じゃあトップバッターで私池内がいきます。じゃあ池内、こちらのタップでスタート、そういきます。はい。で次もう一回押してもらうと何の番手か決まるんで、頼むドライバー来い。9番ですね。いやまあでも9番はバランスはいいんじゃないですか。まだ9番だけどちょっと飛ばしたいんで、ちょっとティーアップ高めにして、高めのね、高めからのトップできますか。意図的なトップ打つよと。いきます。お願いします。いや普通にナイスショットしちゃいましたね。まあナイスショットになっちゃいましたけど、距離がきついな。いいショットしちゃった。いいショットしちゃいましたね。じゃあ次木村コーチで僕いきます。じゃあ9番はやめてくれ。はい、3度。3度はやめてもいい。5八来い。5八。おい、まあ、これはこれでちょっと難しくないですか。いやいいっしょ。これで、はい、ユーティリティ型だからちょっと優しいですね。でも気はちょっと楽っすね。気は楽ちゃんちゃんぐらいですけど、まあ、前に結構出ますからね。もう3番なんで、まあ普通に打てたらいいかな。お願いします。ちょっと上目だけど、まあ、ナイスショー。ナイスです。そして次、あの3番手柿花コーチです。はい、じゃあルーレットお願いします。ウッド系でお願いします。5番地来た。5番地来た。いやちょっと危ない。うわー、まあ1番これちょっと毛野谷コーチと同じでトップ狙い。ちょっと目で距離稼ぐ作戦ですね。そうですね。チョロだけ気をつけて。打ちすぎるチョロだけ。でもちょっと薄めで狙い目通り。木の真後ろ。木の真後ろ。池田コーチどのぐらいですか。まだ。池田コーチはこれですか。これですね。これまだもう強烈残ってますね。でまだ何ヤードぐらいですかこれ。250ぐらいあるんですか。250ある。250以上ある。じゃあまたルーレットいきます。第2弾いきます。あー次来るよ。おっとドライバー来ました。ここでこのルーレット実はドライバー2個入ってるんですよね。そうですよね。ドライブ多めの設定になってますから。できましたよ。でもこれ意外と、はい、ライはそんなに、ライはまあちょっとまあ沈んでるっていうか、まあ気持ちボールの手前の方が若干芝が厚い感じなので、まあ普通に打つとここがちょっと触っちゃうかなっていう感じなので、まあ優しくはないですね。優しくはないですね。なのにドライバーでお願いします。やべえ、ちょっと行ったな。やべえ、行ったな。どうでした今。
まあまあ、まあまあ、いや、右にそのまま右抜けちゃいました。柿穴コーチは8番で、あそこ池内コーチよりやっぱり多少飛んでますね、ちょっと前に、まあ、ただ、目の前に木が、うん、あロケーション的にはそうですね、ちょうどグリーン狙えないぐらいかな、そうですね、ミドルアイアン以上が欲しいなっていうところです。確かに、うん、ちょっとインテンショナル曲げるとしたら5、6番ぐらいがあると出るとね、いいですよね、引き寄せられるか、5、6、7あたり、5、6、7あたり、よいしょか、来い567567567、おいおいおい、持ってるドライバー来た。これはどうします、ドライバー率高い。これ作戦はどうですか、鍵穴コーチ。ライは、まあ、池田コーチとあんま変わんないですからね、だからちょっと若干悪い気がする。ちょっと悪いです、むしろね、あの右下、木の右下抜けてくれるからっていう、低めにはボール出ますしね。そうですね、まあ、安全に右から行くのもありですけど、ちょっとそれだと面白くないんで、うん、あえて、あえて、おお、うまっ、これめちゃくちゃうまいじゃないですか。うまかったっすね。すいません、池田屋の、カメラミスで野良コーチの2打目を撮っておりませんでした、申し訳ございません。まあまあまあ、3番アイアンで打った2打目が、なんとオーダーフリーの8番アイアンしか撮りませんでした。第3打目ですね。 OK、 じゃあ、まあそこでも絵的になくてよかったかなと。じゃあ行きます。はい、8か7だったらいいんじゃないの。8、7、来い、ほら52度、52、残り145ぐらいです、145ヤード。じゃあちょっと強めのフックで、強めフックで、もうどっちでも乗らないと思うんで、まあ、ぐらいしかいかないですね。まあ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 、まあ、これはもう、はい、まあ、ナイスショット使ってじゃないかな。で、池谷コーチの3打目、第3打目です。3打目は、ちょっと右でしたっけ。ちょっと右ですね。それ、これはやばい。いや、まずいっすね。これはまずいっすね。丸かぶりですよ。これちょっと、いやこれはもうおすぎさんが丸かぶりしますよこれ。いやいや、もうライは良くはないですね。まあまあ、ライはまあ普通ですね。いやこれ何が出るかちょっと大事っすね。これはもう何番でもいいかなみたいな。よく言うと何番ぐらいがいいですかね。9番ぐらいがいいか。あ、6番、6番、6、ああ、まあまあ、でもね、どうしようもないんですけど、できれば次のショットのこと考えておきたいですね。そうですね、はい、バンカー越えなんで、あの左からちょっと打っていけるみたいなアングルで打っていきたいなっていう感じなので、あ、まあ距離で言ったら40ヤードぐらい、40ヤードぐらいしたいですかね。でかつちょっとバンカーにかからないようにかからないですね。あっちのもう花道からダイレクトに狙っていけるところでいきたいかな、うん、次のショットでかからないように。まっ、やべ、強すぎか、まあ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 、でも、まあまあ、想定通りじゃないですか。バンカー、まあ、しょうがないっす、うん、ね、開けられますかね。うまっ、うまっ、強烈なんやこれ。うまっ、あー、いや、めっちゃうまかったけど。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。